久保さん。まあなんかね、日本のパスポートってすごいらしいですね。結構どこの国でも入るらしいですよ。神ですね。日本国 <laughs> まあし。日本人は信用されてるっていうところがあるんじゃないですかね。はい。まあ今回は神様、神頼みとかにしておきましょうか。あの、僕、いつも思うんですけど、お正月に一回、お、神様、何とかしてくださいみたいな、なんか頼む人いると思うんですね。 あなたが神様だったらどうですかね年に一回だけポッてきて、日頃何も努力も何もしてなくて、ね一回だけ神様何とかしてくださいっていう人を、あなたが神様だったら助けますかすいません、僕は助けないですね、神様だった。お前、都合良すぎるだろ、みたいなね。<laughs> お前、年に一回しか来んくて、いきなり何とかしてくれと。ふざけんな、みたいなね。<laughs> お前、だったらもう毎日再生汚せと。 まあ神様はそんなこと言わないかもしれないですけど、再選とかも言わないかもしれないけど、日頃ちゃんとやってる、もう少なくてもね、何か本当に神様がいるとするならば、日頃何か行いをやっている。でもこれ神様っていう、うーん、とかじゃないと思うんですよね。日頃からやるべきことやって、やるべきことをちゃんとやっていたら、やるべきことが手に入りますよ。 久保さんは神様がいたから3年で1億稼げたんですか違います。やるべきことを単純にやったからですよ。泥臭いことをやったからです。わかりますだから、手にしたいものっていうのは自分で手にできるんですよ。それは神様とか関係なく自分の手で掴み取れます。やればね。うん。あとはそれをロマンティックに合わせるんだったら神様っていうのを使えばいいと思います。いってらっしゃい。